姫野アリスです。年齢は秘密。補正学院教諭。恐ろしいファントム、エニグマが出現しました。得意能力者の力を奪って自分のものにしてしまうんです。一条くん、のんびりしていていいんですか？エニグマはあなたを狙ってるんですよ。次回、無再現のファントムワールド第12話、母は帰りぬ。